1月18日何の日ですか。マイメロディー、マイメロディー誕生日、はい、おめでとうございます。マイメロディーはね、もうね、はい、今まで生きてきた中で、はい、一番、はい、好きなキャラクターだと、まあ、言えるぐらいですね。途切れ途切れ考えながら行くの大丈夫。ピカチュウ。いやね。じゃあね、今日。見えないところにすごいこだわってやったコレクションが置いてあって、本当にもうマイメロディーファンとしては負けられない。じゃあもうずっと見てるわけですね。本当です。じゃあ絶対かけます。もう焼き付いてます、ね、なるほど、まあ、僕はですね、家の猫に名前をマイメロと付けるぐらいですから、正直負ける気はしない。本当に大好きです。行きましょう。じゃあ用意スタート。まあ、正々堂々ね、はい、勝負しましたから。で、松田さんの方から。いいですか。出して。マイメロディ。特徴の方じゃ。こちらはですね、まあ、やっぱマイメロディはね、すごく歌が好きっていうことですね。もう口からもう音符が出てますね。あ、うまい。本当だ。で、まあなんかやっぱり特徴的なのはやっぱ赤いズキンとリボンですよね。やっぱそうですよね。ポイントしっかり押さえて。あ、リボンはやっぱ。この再現率すごい。かっこいい。いや、ちょっとね、ちょっと、なんていうの、垂れ眉というか、すごい悲しい顔してるんですよ。そこの愛らしさを感じるみたいなことありますよね。なるほどね。はい、この腹巻きなんですか。これちょっとね、冷えるんですよ、これ。マイメロディーがちょっと。すみません。そうですね。まあ、ちょっとこのパンツが欠かせないです。これ、毛糸のパンツなんですけど。これ、お母さんから。まあまあパンツなんですね。大丈夫ですか。もう言うことないですか。そうですね。これは、まあ、友達ですね。いいですか。圧勝ですわ。いやいや。ちゃんとしてんじゃない。これ動くない。すげえちゃん。で、正午の時に考えた際です。ただの落書きじゃん、これ。それではこちら。まあ僕が最初に送っちゃうかもしれないですけど。そんなのありなの。そんなんないわ。もしある、こちらまで。お願いします。